追い詰めたぞ。今度こそ仕留めてやる。油断めされますな。こやつ以前とは比べ物になりませぬぞ。どこを見ておる。我が半身、星玉の剣の刀身にございまする。いやはや、かつての大水地との戦いの折に失われたものと思っておりましたが、どうやらこの島の吹の木に当てられ、お結びの依代となっておったのですな。我が半身のことながら感知できぬはずじゃ。刀身が見つかったということは、
もしや。いえ、必ず。この刀身も使って打ち直せば、星玉の農具になっても魂は消えずに済む。よかった、よかったよ。これで魂はまだ一緒にいてくれるんじゃな。もうなんじゃ、あんな思いをさせようって。わしがどれだけ悩んだと。別れとはいつか必ず訪れるもの。それは悲しいことにございますが、今はまだその時ではないんじゃな。それで十分じゃ。おう、おけり。おお、ちょうどよいところにおった。実は、主に作ってほしいものがあってな。うわ、なんじゃこの音。コーヒー様。うわぁ、ひぃぃ、おいらの刀。うわぁ、うわぁ、この刀についちゃ何もかんもおいらの未熟が招いたことだ。ほんにすまねかった。おっさんの刀ば超えた火事の道極めたって浮かれてたけんとも、上には上があんだな。やあの金太がなんとも殊勝なことを言うようになったもんじゃ。ひずね、このおいで、頼みてえことがあるんで寝かったか。おお、そうじゃ。まさにこの星玉の剣、要するに玉爺そのものなんじゃが、どうやら星の鉄というもので作られた特別な剣らしい。こいつを溶かして最高の農具を作ってくれんかな。おいなことして玉爺は大丈夫なんかや。案ずることはない。塚だけでなく刃も使えばこの心は保てるであろう。おいか、じゃあやるすぴ。さっきはちょっと答えたけんとも、この道にまだまだ先があるって分かって今は嬉しいんだ。おいを知ってくれた剣ば打ち直せるなら身に余る光栄ってもんだべ。お主、さっきから素直すぎて気持ち悪いぞ。明日は雪でも降るのではないか。ほんに沈ねえな、バカさくな。早く剣ばよこせ。Thank you.
始めるか。分じゃろ。かなり寄せて植えたぞ。それでは。行ってくる。行ってくるよ。はっ！
行け！それ！行け！
付けよう。ですか？いただきます。Yeah.
し。はっ。はっ。良いな。ふむ。何か作るですか？何か作るですか？
か木が増えすぎると実りが減ってしまうんだったな。そろそろ水を抜く頃かな。なんか作るかや。泣きどころよ。
作るですか？
どこを見ておれ。こっちじゃ。どこを見ておれ。いけと、うわっ、きたっ、you
か作るですか。何か食べるますか。なんとしたことか。しかし、
頼む。おい、よいか。ほでなさ。おだずなよ。だっちゃ。
なな。なんということじゃ。始めるさ。何か食べるますか？Ugh.